皆さん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。伝統的な香料はいかがですか？凝った製法で作ってますよ。あははは、交渉成立だな、マイドアリー。これはデタラメなんかじゃないよ。今あそこのエルマイト旅団は激しく争ってて、30人団の言うことは相手にされてないようさ。それに君たち知ってる？賑やかなところだな。さすがスメールで一番大きな将校だ。でもリシアの話を聞いたからか、なんか危ないやつがいる気がするぞ。それじゃ早速調査を始めようぜ。教令員が神と関係のあるものをなくしたのは分かったけど、それ以外の情報は全然ないぞ。学生のふりをして情報を聞くといいってアスファンドは言ってたけど、さっきアーカー社で調べたらオルモス校に教令員の研究施設はないらしいぜ。教令員がなくしたものなんだったら学生のふりして聞き込みする方が怪しくないか？だな。市場は賑やかで毎日たくさんのお客さんが来てるみたいだから、この辺で聞いてみようぜ。いらっしゃい。何をお探しですか？店主、聞きたいことがあるんだけど、普段からオルモス校には学生っているのか？もちろん。それに毎年この時期には卒業する学生たちがスメールシティから気晴らしに来ますよ。教令院に入学して卒業するのはそれはもう大変ですが、残って研究員の仕事をするのはもっと大変だという話は結構聞けます。ここは景色もいいですし、雰囲気も教令院より楽な感じでしょ。それにここで幸運に恵まれれば学業と研究がうまく進むなんていう人もいますしね。ほら、あそこにも教令院の学生がいるでしょ。あの人たち、数日前にここに来てからずっと冴えない顔しているんですよ。やっぱり私たちのように商売をする方がいい。アーカー社が教えてくれるものさえあれば楽に生きていけますから。何か話してるみたいだよな。こっそり聞いてみようぜ。はあ、ダメだ。役に立つ情報は何も聞けなかったよ。それに最近町にはエルマイト旅団の人がたくさんいて、なんだか怖そうだ。ここ最近オルモス校じゃいくつかのエルマイト旅団が激しく争っているらしいぜ。一人でいるときはあいつらのとこには近づかない方がいい。特にキング・デシェレとやら復讐やら言ってる奴らにはレグザー町でさえ手を焼いているらしいぜ。確かアフなんとか言ったっけ？アフ丸の目だ。実は今日ある情報が手に入った。この旅団は俺たちが探しているものの情報を持っているようだ。何？君たち知らないのか？オルモス校にはあのものの取引をしているエルマイト旅団も結構いるんだ。彼らは見知らぬ人を警戒してるが、学生はそれほど拒まない。何せあの人たちは学生が欲しがっているものを必要としていないからな。身分さえ説明すれば交渉の余地はある。あの旅団の人たちはよくジャファータバーンに現れるようだ。50万ほど払えば彼らから情報を買えるらしい。待て、50万だって？情報だけで50万もかかるなら物は高くて買えないだろ。はあ、おしまいだ。これを頼りには卒業できそうもない。そうとは限らないさ。俺たちの研究方向は不人気だからな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ？売れるわけがないさ。確かに一理ある。今肝心なのは案内してくれる人を見つけることだよな。3人でモラを集めて聞いてみようか。
わあ、なんか怪しいことを話し合ってるぞ。今のオイラの聞き間違いじゃないよな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ。だってさ、どうするんだ。でも情報は50万モラもするって言ってたぞ。お前本気なのか。わかったよ。ちょっとモラは惜しいけど、お前がそう言うなら安心だ。行ってみようぜ。いるかどうか確認しよう。おっと、お二方いらっしゃいませ。どうぞお座りください。やつらごときがボスに喧嘩を売りてえと思うか。俺らがキングデシェレト様の力を取り戻したら、ボスはきっとやつらを真っ先に始末するぜ。もちろんやつらを恐れる必要はない。今我々の一番の競争相手はカラカル団しか残っていないはずだからな。今回は奴らも大金を手に入れた。気を緩められないぞ。カラカル団の奴らなんざみんな金目当ての連中だろ。これで大儲けしたいだけだ。ボスと一緒になんかできねえよ。ああ、ボスは本当に信仰深い。きっとそのお力を使って俺たちの神様を迎えることができるはずだ。なんだかキングデシェレトのことばかり言ってるな。オイラたちが探してるのはこいつらに違いないぞ。あの裏切り者のマハールッカ・デバータとその民たち、絶対に許せねえ。この先キングデシェレト様がスメールに復讐するとき、俺ら以外の全員に罰が当たるからな。オイラもちょっと気になるな。後で機会があればこれについても聞いてみようぜ。いらっしゃいませ。おかしいな、なんでここに快楽が現れるんだ。何者だ。なんか学生教練員の学生がスメールシティにいないでオルモス校なんかに来て何をしてる。ここのルールをよく分かってるじゃねえか。モラはあんだろうな。モラは惜しいけど、今は渡すことしかできないよな。ほら、この紙に書いてあるのが商人の居場所だ。何か欲しいものがあるなら行って選べよ。興味があるんだ。オイラたちは考古学を研究してる学生だからな。いいだろう。その太っ腹に免じて教えてやってもいい。お前たちもわかるはずだろ。我々アフマルの目の者は皆キングデシェレト様の忠実な信者だ。当時キングデシェレト様は砂漠の中に偉大な国、つまり俺らの故郷を作った。発展具合は今のスメールよりはるかにすごかったんだぜ。キングデシェレト様は知恵の神の名にふさわしい神だった。
が残念ながらキング・デシェレト様は信頼していた奴に裏切られ、知恵の神という名称まで奪われてしまったのさ。それってそう、マハールカ・デバータだ。この恥知らずがキング・デシェレト様の文明を壊したんだ。俺たちの先祖もここに逃亡し、仇の下で生活せざるを得なかった。それにあいつは教令院の奴らと一緒に当時の真相を隠して寛大で慈愛に満ちてるふりをしてやがる。本当に見るに耐えないぜ。でもキング・デシェレト様は本当に亡くなったわけじゃない。砂漠で神託を聞いた奴がいるんだ。キング・デシェレト様は今復活されている。これで俺たちはついに自分たちの神を迎えられるに違いない。その日が来ればあの裏切り者の信者にも自分の神を忘れた砂漠の民にも全部蹴りをつけるからな。お前らもビビってんなら今すぐキング・デシェレト様に帰依すればまだ間に合うかもな。ハッ、お前みてえな教令院の奴らに話すことはねえ。話はここまでだ。待て、君たちはこの人に騙されている。なんだって？またてめえか、この教令院の気狂いが。そう、俺だ。前にも言ったが、もし俺と向き合って話をしてくれるつもりがないなら、君たちが不愉快になるようなことをする。それから君たち、さっき渡されたその住所は偽物だ。こいつらは人を騙して自分たちの縄張りに行かせるためにあちこちで物の情報を提供できると喧伝している。そこに着いたら最後、彼らは君が物を買いたがっている証拠を盾に取って持ち金を全部渡せと脅すんだ。黙れアルハイゼン、いつも俺たちの商売を邪魔しやがって。一体どういうつもりだ？何度も言ったはずだが、君たちのボスと交渉したい。うちのボスも言ったはずだが、てめえと交渉なんかしねえってな。確かに前はそう言っていたが、これからもそう思い続けるとは限らないだろう。言っておいてやるが、俺らに手を出させるな。普段俺らは教令院の奴らに乱暴な真似なんざしない。収めるのが面倒だからな。でもてめえみたいな気狂いに対してなら話は別だ。武力対談が君たちの答えならいいだろう。俺は受けて立つ。魔人たちだって戦争でテイワットの帰属を決めたのだから。だがもし対話の道が見つからないのなら、俺がこれからすることは君たちの商売を邪魔するだけで済むようなことじゃない。君たちエルマイト旅団は面目を失うことになる。君たちがそれを大切にしているのは知っている。もし俺が行動を起こせば、君たちのボスは自ら俺に会いに来ると確信できる。だがその時にはもう取り戻せないこともあるだろう。それから一つアドバイスがある。今日ここで起きたことはボスに正直に伝えておいた方がいい。後になって君がちゃんと報告しなかったからだと責められないようにな。なんだと？よく考えてみるといい。俺が今まで言っていたことの中で果たさなかったことがあるか。兄貴、この気狂いが。分かった。てめえが本気で死にてえのなら、一週間後の午後4時ファロス灯台の前の桟橋に来い。ただでは済ませねえからな。待て、彼女たちの50万を返せ。お客さんたち、あの人たちを怒らせちゃって、これからうちの店はどうすればいいんだ。それに彼らは食事代だってまだ。旦那、最近店の接客係がだいぶ減っているようだが、学生たちに情報を広める仕事で
忙しいようだな。それは。君はあの悪者たちと取引をしているのだから、聞かれた時には口ごもるだけでは済まないだろう。俺たちへの口止め料にしてはかなり安いはずだ。さっきのあの人、なんであんなことができるんだ。エルマイト旅団のやつら、オイラたちのモラを置いて逃げちゃったぞ。あいつ、いろいろ知ってるみたいだ。追いかけて聞いてみようぜ。あっちに行ったぞ。早く追いかけよう。どうかしたか。いや、そもそも俺の目標はあいつらだった。君たちはチャンスを提供してくれたからな。今はお互い貸し借りなしだ。それと一つ忠告しておくが、あいつらからは離れた方がいい。彼らは君から金を稼げなかったからな。この先また君たちにちょっかいを出すかもしれない。それでは。ちょっと待ってよ。お前に聞きたいことがあるんだ。さっきお前はあいつらの前でその詐欺を暴いた。ってことは物の本当の情報を知ってるってことだよな。君たちは何者だ。どうしてこのことを知りたがっている。学生。あいつらが君と商売をしたのは君のそのデタラメを信じたからではないよ。こいつはとってもすごいんだぞ。お前、これからあいつらと武力対談するだろ。オイラたちは手伝えるぞ。神の目も持っていないのにか。やめておけ。確かにこいつは神の目を持ってないけど、元素力を使えるんだ。そうじゃなかったらオイラたちだって気軽にあの、アフンなんとかのやつらに情報を聞きに行けないだろ。あいつらの怖い様子だと、お前と会う日にはきっと大人数を連れてくるに決まってる。お前に助っ人がいるのかは知らないけど、オイラたちを連れて行けば何か役に立つかもしれないぞ。いいだろう。わかった。君たちはあの物を売っている商人を探しているんだろう。紙とペンはあるか。そのうちの一人の住所を教えてあげるから、運試しに行くといい。約束の時間に桟橋で落ち合おう。君たちが来なくても構わないけどな。あの、商人の情報を教えてもらっておいてなんだけど、それ以前に物って一体何なんだ。君たちは物の正体も知らないのに50万も出したのか。まあ確かに、もし君が本当にすごい腕前の持ち主であれば、あいつらが本性をさらけ出した時に武力で答えを見つけられるか。物の情報を聞いているからには全く知らないわけはないだろう。どこまで知っているのか教えてくれ。そうすれば無駄なことを言わずに済む。物は多分教令院と関係があって、エルマイト旅団のやつらが取引をしてるだけじゃなくて、学生たちもそれを探してる。それと、君たちは情報を大体掴んでいるさ。実物を見たことがないから情報をまとめられないだけだろう。これが君たちが探しているものだ。の、よく見えなかったぞ。あの飾りみたいなのはなんだ。これは缶詰知識という。簡単に言えば、これは単なる器で、特定の知識をある程度の量保存しておける小型のアーカー社みたいなものだ。これを自分のアーカー社端末に接続すると、誰でもその中の知識にすぐアクセスできる。そう、誰でも。複雑な規則があり、
それぞれの知識にアクセスできる人を厳格に審査するアーカー社とは違い、これは無条件に中身のものを渡すんだ。なんだかすごそう。基本的にはこれは便利で無害な知識ベースだ。だが残念ながらスメールでこれを個人的に所持したり取引したりするのは違法だ。これは学者たちが世界中から手に入れた知識をアーカー社に保存するために作られた。使った後はすぐに処分すべきなんだ。しかしたとえ厳重に警戒していても、一部の缶詰知識は処分の運命から逃れてしまう。この世にはアーカー社にデザインされた人生に不満を持ち、これを使って運命を変えたいと思う人がいるからな。この100年、教令院から流出した缶詰知識はいろんな内容のものが混雑している。そしてオルモス校では真に価値のある上物はエルマイト旅団の金儲けの道具となり果てた。だがエルマイト旅団がゴミとみなしたものは一般人や教令員の不運な学生たちの役に立つことがある。俺に言えるのはこんなところだ。君の本当の狙いはそこなのか。現状の取引ではその質問に答えるのには値しないと思うが、まだ諦めないんだな。いいだろう、人が少ない場所で話そう。